群馬県警の山村美沙夫警部の名前の由来は、推理作家の山村美沙から、山村警部の自称のあだ名は、山さんや妖怪ハンターである。山村警部は、新一の母ゆき子の主演作危ない父兄物語に影響を受け警察を目指した。山村警部は、コナンは探偵役として眠らせた唯一の警察関係者である。山村警部はコナンを、ゆき子の二人目の息子だと思っている。山村警部は、飲み会に参加したいからという理由で捜査を早く切り上げようとしたことがある。山村警部の祖母ミサエをはじめ、山村家の人々はみんな似たような顔をしているらしい。山村警部は、スコッチこと諸伏博光と幼馴染である。